増上寺本、五百羅漢図のうち、第21福、第22福、六道地獄。第21から40福は六道を巡り救済を行う羅漢が描かれ、地獄はそのうち、第21から24のに当てられる。第21幅は、釜茹での釜に、羅漢が枝を振ると、釜が蓮池に変わり、すかさず釈状を伸ばして、在人を捕まらせる場面。 第22福は、八大地獄の中でも最下層の阿鼻地獄に現れた、羅漢たちが活躍する場面。高く振り上げた鉢からは、黒雲が湧き立ち嵐となり、羽の扇を振り下ろせば、強風となって火を打ち消す。見え起きるように気合を込めれば怪物たちの動きを押しとどめ、仏像から放たれた光に、罪人たちは救いを見る。こうした地獄の描写は、 全100幅の中で特に和の部の集中力がみなぎっており、制作のピークを迎えている。かの和の部誕生日不明文久3年9月22日は、江戸時代後期の絵師。本生は不明、後に逸見。通称、豊次郎。号は、県有祭。なお、研究の進展により和の部は、生前に、仮の生を名乗ったことはなく、逸見和の部。 あるいは、兼有、蔡和信と呼ぶのが適切とする意見もある。なお、徳川将軍家の表絵師として仕えた、深川水ばかりの家に、仮の梅笑い和信という絵師がおり、両者を混同している書籍もあるが、両者は、生没年が異なる別人である。増上寺に、全百幅にも及ぶ、大作、五百羅漢図を残したことで知られる。増上寺本、 500羅漢図のうち、第51服、第52服。第51幅からの10服は、人数、すなわち羅漢たちの人数力を描く。第51.22服は干上がった川に、羅漢たちが人数力で水を注ぎ、食べられそうになる魚たちを助ける場面。増上寺本、500羅漢図のうち、第61服、第62服。 第61幅からの重福は、金獣、羅漢たちが霊獣たちを手名付け、聖なる動物をも、意のままにできる人数力を示す。未だ百福完成まで先は長いが、六十福台から、蛾の質が落ち始めており、数の部の病が次第に重くなっていく様が、想像できる。江戸本省林町に、骨頭省の次男として生まれる。幼少から絵を好んだらしい数の部は、 父の勧めで筒美派の絵師に就いたと言われ、和信の修学時期と同時代に活躍した筒美人志林を師匠としたと想定できる。確かに人物の筆性の強い輪郭線や悪の強い表情に両者の共通性が見出せる。若い頃から老生の風があり、周囲には少々変わり者と映ったようだ。他に四条派、土佐派なども学び、 や原堀に住むかの直おのぶのを受けて和ずと、合うした。さらに諸書で、かの祖先についたとされる。この、かの祖先とは、軽妙者脱な画風で、すか風と評された、兵衛氏浅草猿や長大地狩りのけのかの祖先、昇進だと思われがちだが、昇進没時に和ずは11歳で、諸派を学んだ後に支持する年齢にしては、若すぎる。飯島巨神の、 川鍋共済をお伝えに、いつみ和信が、昇進と同じく、祖先を名乗った、同じ猿や町、かの家のかの祖先ことぶき神に就いたとしており、こちらが正しいと考えられる。ただし、和信の子孫が持つ、絵画資料の中には、昇進画の縮図などが含まれており、少なくとも、ことぶき神を通じて、昇進に死縮していたとも取れる。和信にとっては自らを権意づけ、 口述する、北京女人を優位にするため、かの祖先を死だと表明していたと考えられる。兄としばしば争いを起こしたため、天保7年22歳の正月元旦に家を出る。両国米沢町に数年家工し、25歳頃に知り合ったいつみとねりとの出会いで天気が訪れる。大仙医師美子とのご祈り師で駅舎でもあった、みとねりは、 和信に待望を抱く異想があるとして、気に入り、その娘安と結婚させた。婿入りした和信は、この妻のせい、いつみを名乗る。ところが今度は、義母との折り合いが悪く、和信は再び家を出てしまう。父の許しもあって、後を追ってついてきた妻と共に、江戸各地を転々としながら、看板や提灯の絵を描いて、ここをしのいだ。 しかし、家は貧しく妻安は、浅草八万境内の不動村に三年間かけしたと、言う。また浅草に住んでいた時は、近くの柴田瀬新とも交流したと言う。安政二年三月に起こった大化で、夫妻は、全財産を失ってしまい、増上寺の新、源教員に身を寄せる。ここで後に五百羅漢図の元首となる、方々まれ、両明商人と出会い、 家営三年元教員10世となった、両明のために、源の教員仏道に、16羅漢図を描いた。500羅漢図第49福12図だ、2日間樹下。両明は、家営6年に、500羅漢図、制作を発願。数信は、両明の講演により、500羅漢図、制作に先進するため、芝浜松町に住居を決めたと推測される。 翌3月、両明は、病のため現教員を知りくが、後継の新誉れ両を進む商人が、五百羅漢図、事業も受け継ぎ、制作資金三千両を用意する。和信は、大覚寺から安政三年に、北京、文久二年方言を得ているが、これも、両明商人、または、 両進の後ろ立てがあったか、あるいは大覚寺の末寺で和信の,の作品が残る、成田山新勝寺の関与があったことが想定できる。和信は、両進と同行して、鎌倉孔明寺、円楽寺、県長寺の羅漢図や、本所羅漢寺の五百羅漢像などを自作に活かすべく、拝観した。他にも和信は、増上寺の学寮陽鉄城や日の霊随 大運に指導を受けている。彼らは、日本の羅漢図では、伝統的規範となっていた、中国の理流眠りや超子境、日本の民情や、摂取らの羅漢図は、法位や器物が、中国のもので、羅漢本来の姿を表していないと批判し、インドの古儀にかなってないといけないと説いた。ただし、彼らの言うインドの古儀の中身についてはまだ検討されて、おらず、 五百羅漢図には、当時庶民に留付していた、金垣絵入りの、王城洋州半本の影響も指摘されているが、幕末明治という動乱期における異国や異界への意識が反映されていることが予想される。しかし、和信は多年にわたる対策の政策で鬱病にかかり、五百羅漢図、完成間近で、数え48歳で没した。遺体は、増上寺の深夜スレン社に葬られた。 法号は、法雲院、法言徳誉れ信子寺。五百羅漢図は出家して、名前が変わった妻妙安や、和信夫妻に子はなかったためいつみ家の養子となった、弟子の一順らの手で完成された。和信没年の十二月に、妙安は九十六福を増上寺に納め、翌年一月十三日海岸供養が行われた。妙安は、 明治初期の廃物希釈にさらされても、五百羅漢図を守り抜き、明治十一年羅漢を安置するため、増上寺内に自ら尽力して混流した羅漢堂の同主となった。この時明安は、資金集めのため五百羅漢図の副本を作成し、全国の関連寺院に反布、購入を呼びかけたらしく、清涼寺や倉田寺、一万年寺などに所蔵されている。 楽観堂で、明康は、五百羅漢図のうち六福内市八幅を月ごとにかけ、三景舎に絵解きをしたという。洋画家の黒田清輝は、洋行中に和信のことを尋ねられて、答えに急したため、帰国後、和信の自責を調べて、羅観堂に訪れ明康にも会い、その画ギに感嘆したという。苗安死後は一順が同志を継いだが、昭和二十年五月に、 繊細で、ラカン堂は消失。500ラカンズは、別の建物に保管されていたため被害を免れた。500ラカンズは、増上時に、改めて保管されることになったが、広く公開される機会と場所を失ってしまった。しかし、昭和58年、500ラカンズが、港区指定文化財にされたのが契機となって、東京都港区教育委員会によって、 作品調査の実施と調査報告書の刊行され、各地の展覧会に500ラカン図が展換される機会が増えつつある。2012年春には、アメリカのアーサー・ M ム・サックラー・ギャラリーでも展示され、開会数日で図録が完売したという。こうした数の部材評価の流れを受けて、増上寺でも展示場所を新たに作る機運が高まり、平成27年4月宝物展示室が設けられ、 500羅漢図も常時10複程度公開されている。翌28年には、増上寺が所蔵する泉家伝来の和の資料も港区指定文化財となり、研究が進められている。当時の人命録には、ほぼ同様に、外地新浜松町二丁目泉数の信と登録されている。和信は、かの直おのという絵師に学び、狩りの性の名乗りを許されたと伝わるが、 和信の,の画風からは仮の派との類似性は乏しい。さらに現存する、和信作品の署名は、源の和ズ県有、蔡和信総意を得てからは、北京和信方言和信と記しており、仮の署名のある例はない。このことから、いつみ和ズあるいは和信が自作に楽観した通り、県有、蔡和信と呼ぶ方が適切とする意見もある。 カノカズノブと呼ばれ始めたのは、明治27年8月の大村生外カノカズノブが、初見で、異語書書に引用されてこの名が広まっていった。反面、大村は妻、明康に取材してこの文章を書いており、カノカズノブという表記には、明康の意向が強く反映されていると想定できる。 妙安は戦術の通り生涯和信部を支え、その画業の検証に努めており、その意志を尊重すべきという意見や、ようやく、かの和信部の名前が広がりつつある現状で表記に、混乱を来すのは避けるべきだとする意見もある。ありがとうございます。